6月下旬から続いていた蒸気噴出は現在収まっているように見えます。掘削した三井石油開発によりますと、今月12日から蒸気を冷やして噴出を抑えるための注水作業を始めていましたが、効果が出なかったため13日に一度作業を停止、18日夕方から方法を改善して再開したところ、19日午前までに蒸気の噴出がほぼ収まったということです。蒸気の勢いが弱まったのは51日ぶりです。このまま収まってくれれば安心しますね。三井石油開発は注水の効果が出ているとしていて、今月下旬までに作業を完了させたいとしています。